最高月収が、なくなりました。5月25日にね、5月分の給料入ったんですけど、はい。まあこれあんま皆さんには言ってなかったんですけど、最高月収やったんですよ。普通に。まあもちろん仕事頑張ってるからなんですけど、はい。なんかね、いろいろ重なってたまたま最高月収いただきやでとかじゃなくて、普通に最高月収やったんですよ。頑張ったから。はい。で、僕も正直、なんすかね、まあ、税金がちょっときついみたいな時期があって、で、今後最高月収がぶつかったんで、まあ少しだけ気持ち楽というか、うん、どころか調子乗ってしまいまして、今日が何ですか、6月13日なんですけど、なくなったなぁ。はい。もうすっからかんですね。で、僕ね、ほんまこれもう病気なんですけど、ね、まあ、金はゼロになるんですよ、絶対。次の給料日までに、ね、今もらってる給料が残ったことないってのはよく言うんですよね。貯金あったことない。借金なかったことないって言うんですけど、何が病気ってそこじゃなくて、何にそんな金使ったか、ほんまに覚えてへんねん。いや、もうマジで。これもうね、何に俺こんな、もうなくなったん？あの額っていう。は、結構深刻で、だからちょっと、振り返っていきたいと思います。カレンダー見ながら。何で俺が金を今月全部なくしたか。ね。あ、まあ、まず、5252、お金入って、で、まあ、税金系はね、一発こう住民税的なのがバーンと出て、まあ、それはまあ、もちろんありますよ。そっからスタート。ね。で、スタートダッシュ決まって、ほんでダービーなんですよね。まずは。この週って5月ラスト週が、日本ダービー、もう、1年に1回、まあ、有馬記念かダービーかみたいなね。もう超盛り上がるし、で、僕もダービーには気合い入れて、平日にもちょっと予想の動画出してしまうぐらい盛り上がってたんですけど、ダービーのまず前夜祭ね。ダービーの週の土曜の、もう何にもない平場の、なんか新馬戦とかで何百万も負けて、何してんねん俺っていう。いや、そんな新馬。ルーキーに金かけんなよ、その大金。何に何するか分からんねんがな。ガーラ始まってて、ダービーは馬券見せたかな、皆さんに。多分、ダノンベルーガの単勝に99万9900円ぐらい行ってるんですけど、まあ、それも行ったしっていう感じですよね。ダービーの日の表に出てない外れ馬券。プライベート馬券ですね。とかがあって、そこでもう、いや、これなんぼなったんやろな。半分は言い過ぎか。いや、半分なってるか。いや、半分は言い過ぎやな。3分の1ぐらい減ったんかな。4分の、5分の2ぐらい減ったんかな。で、その次、ダービー終わって、いや、ちゃんとせなあかんなって思いもせず、平日に、常滑の競艇ですよね。タコタコキングみたいな、トコタンキングかな。なんか常滑のそのレースは予想も出しましたし、それもそうやけど、久しぶりに競艇したから、いろんな情でやったね。それは良くなかったですね。久しぶりに競艇した。あんなオッズ下がる。まあ、平場のね、競艇ですけど、やっぱガツッと入れたらガツッと下がるね。があって、んで、安田記念ですよね。ただ安田記念はね、当たってると。そんぐらい。久しぶりの的中はしたんですけども、まあ、安田記念の日って、安田記念しかレース開催されてなかったわけじゃないですからね。数あるレースのうちの1個やからな、安田記念。てか、そんなん言い出したらもう1レース目から安田記念なんで、はっきり言うて。ってなってくると、収支がちょっとこうね、ちぐはぐになってきまして、ほんで、
そこでもうやめときゃええのに、その次の週だから、今週、先週かになるんですかね。おトリプルウマタン、キャリーオーバー3連発ね。これがひどかった。いや、これは参った。あくまで投資やと思って、いや、帰ってくるやろ、どっかでと思って、トリプルウマタンでやんちゃしましたね。トリプルウマタンは見せたか、馬券。まずトリプルウマタン、キャリーオーバーが同時に2会場でやってた日に、170万ぐらい行かれてんのかな。もう、それも平気で言ってるけど、多分、なんやろ。中央でそんな見せたことないんちゃう。このチャンネルでは。僕多分、中央の重賞でも、勝って100万とか、200万勝ったかな。見せてましたっけ？まあ、勝ってはいると思うんですけど、それ級のね、地方で170万かっていう。しかもトリプルウマタンで170万投資って、正直もう頭おかしいんで。でもそれだけ夢追い人なだけでね、僕は。沖縄の T シャツですよ。夢追い人ですよ。国際通りに売ってるわ。で、すいません、一発、ちょっと忘れてた。っていう気持ちを忘れて淡々と喋ってるけど。で、その後にトリプルウマタンダブルキャリーオーバーがあったんですよね。これもひどかったな。70万弱投資して、的中したんです。しかも全通りを2レース買ってて、とんでもない買い目で。ほんなら全通り買ったやつ、1着1番人気、2着2番人気で2つ決まったんですよね。で、結局帰りが6万なんぼみたいなんで、もう僕、出勤もしてないですけど。スパッと4に眠ってるけど、まだ。そこでも負けるとかで、トリキャリ3連発もやばかった。ほんで、エプソムカップね。何エプソムカップって。エプソムカップにしてこい。純正のインク買ってこい、お前。エプソムカップで、気づいたらもう、何ですか？ 0 円男ですね。まあ、0円というか、ごめんなさい。正式には、4桁円は残ってるんですけど、何千円は残ってるけども、まあ、もう0円やな。今日これから、UberEats で、なんか、とんでもない海鮮丼みたいな食う予定なんで、なんか7000円ぐらいするって書いてたんで、それ食って一応上がりですね。7000もないんですけど、それで言うと。マネージャーに金借りて、海鮮丼食って終わりやな。なんか、きついね。10日間ちゃうわ。あと10、20日間弱で、でもそんなもんやな。今、6月13日ですわ。で、給料日が25日。で、今月は多分25日が土曜かなんかやったんで、24も金曜に入るのかな。ないな。結局、弊社の方針って、闇営業とか言っていいんでしたっけ？ああ、あかんか。なんか問題になったもんな。話し合いで逆にみたいな。逆にならんか。ちょっとなんか、今から10日間、仏のような気持ちで暮らさないと。ねえ。あと、普通にですよ。普通に、借金返すの忘れてた。自動で引き落とされる吉本ファイナンスのやつはもうもともと給料から減ってるんですけど、それはいいとして、僕この税金、所得税、消費税のタイミングでめちゃくちゃ人に借りたって言ってたと思うんですけど、で、税金耐えた言うて、その人に1円も返してない。忘れてた。いや、っていうのも、なんか、もう一撃で返したくないですか？だから、最高月収とはいえ、ね、ちょっとそれ払い出すとっていうことになったんで、一撃で返せないんで、なんかね、一撃で返せる金額まで持ってからっていう感覚ですよね、こっちとしては。だから、ちょっとね、トリプルまたも夢追ってやったんですけど、きついね。何としても、でも一撃で返したいんで、ちょっと待ってもらってますね。給料日まであと10日ちょっとありますが、よく臓器を売る、臓器を売るって言うけど、あれって、大黒屋行ったら買い取ってもらえるんでしたっけ？大黒屋無理か。
病院とか行かなかったのか、病院で買い取ってくれんのか、医者がな。うん、キャッツァイねー、キャッツイです。はい、知ってるで俺。ほんでこれ見てる皆さん、まああれやろ、俺の目は騙されへんでな。あボーナス入ったんやろ、知ってるで。なんか偉い世間の皆様、この3日、え、選手とかこのタイミングでボーナス入ったんやろ、くれ。はい、最低カルメン出ました。でん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 、くれ。さあ、というわけで本日もありがとうございました。うん、スーパーサンクスでくれてもいいし、まあ配信ボーナスむしり配信、まあ、せなあかん。ね、スーパーチャットでもいいし。あ、配信最近してない。それでや。配信せなあかんな。配信も割り悪いけど。うん。というわけで、うん。とりあえず最高月収がなくなったという報告でした。はい。なんで明日からはどうなるかちょっとわかりませんが。はい。ビシッと。